アルセロナ所属ブラジル代表ポジションは MF バスコダガマのユース出身16歳にして時代のブラジルを背負う期待の選手として注目を集めプロデビュー以前からスペインのレアル・マドリードなどヨーロッパの複数のクラブが獲得に動いた2008年7月イタリアのインテル・ミラノが移籍金380万ユーロでの獲得を 発表したが、セリエ A の規定上、18歳に満たない選手は、試合に出場できないため、2010年6月までの2年間は、レンタル遺跡の形で、バスコダガマに席を置くことになった。インテル時代2010年夏に、インテルに移ると、同年8月26日に行われた、スーパーカップのアトレティコ・マドリード戦で、公式戦デビュー。3日後のボローニャ戦で、 セリエ初出場も記録した。2010年9月29日のチャンピオンズリーグ、ベルダーブレーメン戦では途中出場から活躍を見せるなど頭角を表し、将来性のある若手として、チームメイトや監督からも評価された。2011年5月8日のフィオレンティーナ戦で、直接フリーキックを決め、移籍後初得点を挙げた。2012年1月、 半年間の期限付きでエスパニオールへ移籍。早々にマウリシオ・ポチェッティの監督から信頼を得るとリーガ・エスパニオーラでは9試合に出場して4ゴールを挙げた。この活躍によりレンタル先のエスパニオールは完全移籍での獲得を希望したがシーズン終了後にインテルに復帰した。3年目となった2012から13シーズンは プレシーズンの TIM カップで MVP を獲得し、好調なスタートを切った。リバプール時代2013年1月、イングランドのリバプールに移籍した。移籍金は約800万ポンド。2012から13シーズンは、インテルやエスパニョール在籍時にも、得意としていたトップ下や、セカンドトップでの起用が多かった。イングランド特有の激しいボディコンタクトに苦しむことも、 あったが、ブレンダン・ロジャーズ監督の短いパスを多用するテクニカルな戦術が自身のプレースタイルとマッチし多くの試合で起用され13試合出場3得点5アシストを記録した。2013から14シーズンにはスターリングをトップ下に置く4から3から1から2の左 MF として新境地を切り開く。彼とヘンダーソンの飛び出しは アンカーに置かれたジェラードの縦パスを数多く引き出した。2014年4月13日のマンチェスターシティ戦では決勝点を記録しチームの勝利に貢献。最終的にリーグ33試合出場5得点7アシストを記録。チームはリーグ戦で101得点を記録優勝争いに貢献した。2014から15シーズン 2015年3月1日のマンチェスターシティ戦でミドルシュートを突き刺し、2シーズン連続で決勝点を奪った。攻撃の中核を担い、リーグ35試合に出場、5得点5アシストを記録。PF フ年間ベストイレブンとクラブ年間、最優秀選手に輝いた。2015から16シーズンは怪我の影響もあり、 リーグ戦での出場は26試合にとどまった。しかし、シーズン通算では公式戦43試合に出場12得点を記録し、フットボールリーグカップとヨーロッパリーグの2つのカップ戦での決勝進出に貢献した。2シーズン連続でクラブ年間最優秀選手に選出された。2016から17シーズンの 開幕戦アーセナル戦では2得点を決めた。2017年1月、リバプールとの契約を2022年までの5年間延長。2017年4月1日のエバートンとのマージーサイドダービーでは1得点1アシストを記録、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。4月8日のストーク・シティ戦でも得点を決め、このゴールが30得点目となり、 ブラジル人選手のプレミアリーグ最多得点者となった。4月23日のクリスタルパレス戦で、直接 FK を突き刺し、自身初のリーグ戦2桁得点を記録した。シーズン最終節ミドルズブラ戦では、チームの2点目となるゴールを決め、チームのチャンピオンズリーグ出場権獲得に貢献した。2016から17シーズンは真似と並ぶ。 チーム最多の13ゴールを記録した。またスカイスポーツが選ぶ2016から17シーズンのプレミアリーグファンタジー11にも選出された。夏の一籍市場では FC バルセロナからのオファーを受け本人もクラブに移籍を直訴したもののクラブ側は最後まで交渉に応じず残留が決定した。2017から18シーズンの9月24日 第6節のレスターシティ戦で前半15分にモハメド・サラーの先制点を演出すると前半23分には自らシーズン初ゴールとなる直接 FK を決め3から2での勝利に貢献10月17日に行われたチャンピオンズリーググループステージ第3節の NK マリボル戦この試合で 1G2A の活躍を見せて勝利に貢献し A 氏 ベイリースターの祭典で10点満点中の10点という、最高の評価を得た。12月2日のブライトンとの対戦では2ゴールに、アシストの活躍で5から1での勝利の立役者となった。またスカイスポーツ祭典で9点と大きく評価され、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。12月6日にチャンピオンズリーググループステージ第6節、スパルタク・モスクワ戦では、 リバプール遺跡5発のハットトリックを達成、勝利の立役者となった。リバプールの選手としては12月30日のレスターシティ戦が最後の試合出場となり、以降は怪我によりバーンリー戦や FA カップを欠場した。FC バルセロナでのコーチーイニョ2018年1月6日、バルセロナと残りのシーズン及び5年間の契約を交わした。 契約破棄金は4億ユーロ。背番号は加入後しばらく空白であったが、ハビエル・マスチェラーノの遺跡に伴い空き番号となった14番を着用することになった。14番はかつて、ティエリアンリが着用していた番号でもある。後々、バルセロナでは7番を背負うことになった。負傷からの復帰を果たした1月25日のコパデルレー。 エスパニョール戦でフルス相手に交代出場でデビューした。2月8日のコパベルレー準決勝バレンシア戦にて、初ゴールを記録した。2018から19のチャンピオンズリーグでは準決勝で、フルス・リバプール戦ファーストレグを3-0と勝利し、誰もがバルセロナの決勝進出が濃厚と考える中、対談以来のアンフィールドに帰還したが、 リバプールファンから激しいブーイングを受けた上、バルセロナは0の4で大逆転を許し、敗退してしまった。またシーズンを通じて低調で、シーズン終盤には早くも放出の可能性が報道された。公式戦76試合21得点11、アシストの数字を残したが、膠着した試合やビッグマッチでは、 試合から消えることが多く高額な遺跡金額に見合う、活躍ができていないとして、サポーターの心をつかめず、今下の遺跡市場で新たな活躍先を求める、可能性が指摘され続けた。2019年8月16日、FC バイエルンミュンヘンは、バルセロナとコーチーニの遺跡で、基本的合意に達したことを発表した。1年の期限付きで、バイエルンミュンヘンへと加入する。 バイエルン・ミュンヘンは同選手の買取オプションを行使する権利を有する。最終的な詳細の競技及びメディカルチェックが完了した後正式に遺跡が成立する。2019年8月19日、バイエルン・ミュンヘンは FC バルセロナのコーチーニを獲得したことを発表した。背番号は10番。契約期間は1年間の期限付き遺跡で、 買取オプションがついており、期限付き遺跡にかかるレンタル料は850万ユーロであり、買取オプションを行使する際には1億2000万ユーロとのこと。僕にとって、今回の遺跡は新たな国、ヨーロッパの最高のクラブの一つでの新たな挑戦を意味しているんだ。バイエルンのような偉大なクラブでのチャレンジをとても楽しみにしているよ。僕は多くの大きな野心がある。 その野心を新しいチームメイトと共に達成できることを確信しているよ、とバイエルンの新たな10番を背負うことになったコーチーニョは新天地での意気込みを語っている。背番号の10番は昨シーズンまでアリエン・ロッベンが着用しており、そのロッベンもコーチーニョにエールを送った。また移籍前にはかつてブンデスリーガに所属していた同郷かつ リバプール所属時の元同僚であるロベルト・フィルミーノに相談していた。9月21日のケルン戦で PK を決めて移籍後初ゴールを決め、このゴールでヨーロッパ4大リーグでゴールを決めた、史上9人目の選手となった。12月14日ブレーメン戦では、ハットトリックを達成しただけでなく、2アシストも記録する活躍を見せた。2020年8月14日、 チャンピオンズリーグ準々決勝でレンタル元のバルセロナと対戦。後半途中出場すると、2ゴール1アシストを決め、8から2での対象に貢献した。決勝の PSG 戦でも68分から出場し、優勝を果たした。レンタル契約は更新されないことが決定されていた。ため、9月2日付で正式にバイエルンを退団。 バルセロナに復帰することが発表され、バイエルンは、コーチイニョに、感謝の意を表明した。復帰後のバルセロナでは、背番号は加入当初の14番を、再び着用することとなった。新監督のロナルド・クーマンの下で主力として、計算され、ウィングではなく、トップ下で起用される。ゲームメイクを全般的に任されるようになったことで、復帰前より、 飛躍的に存在感を増した。しかし、シーズン通して、負傷に悩まされ、2020年12月30日の SDA バル戦では、試合終盤に左膝を負傷。手術を行うも、術後の状態も思わしくなく、2020から21シーズン中の復帰が絶望となった。2021から22シーズン開幕前も、放出候補に挙げられていたものの、 買い取りが見つからずに、バルサに残留。さらに、背番号は対談したリオネル・メッシがつけていた、銃を新たに着用するのではないかと言われていたが、前年と同じ14番を着用することとなった。ブラジル代表2009年に行われた、南米 U-17 選手権では3得点を上げ優勝に貢献。2011年の U-20 ワールドカップでは、 背番号10を与えられて全試合に先発出場し、チームを優勝に導いた。2010年10月7日に行われたイランとの親善試合で A 代表デビューを果たした。2015年6月7日のメキシコとの親善試合で代表初得点を挙げた。2016年6月8日に行われたコパアメリカ、センテナリオの配置戦で、ブラジル代表としては自身初となる。 ハットトリックを達成した。2018ワールドカップロシア大会、グループリーグ第1戦スイス戦では、先制点を決め、第2戦コスタリカ戦でも、先制点を決めマムに選ばれた。また準々決勝のベルギー戦では、レナとアウグストのゴールをアシストしたが、試合は1から2で敗れた。地元開催となったコパアメリカ2019では、 大会開幕戦のボリビア戦で2ゴールを決め、3から0の勝利に導き、マムに選出。勢いそのままに、ブラジル代表は、コパアメリカ2019を制し、コーチーニョ自身も、大会を通じて大きく貢献。2018から19、シーズンに、バルセロナで不振を囲った鬱憤を晴らした。国際 A マッチ63試合18得点。ありがとうございます。